すっごく大好きで、はい、でそのしかもこれ河本さん仕様になってるの。俺に食わせるラーメンは月に1回あるというわけでございまして、なんとですね10年ぶりに次長課長河本はラーメンが食べれるようになりました。しかも月に1回という貴重な貴重な1回なんです。なのでその1回を無駄にしたくない、大事にしたい。私の出ている番組のゲストに来ていただいた時からいつかやりましょうねと言って実現しました。この方です。すするくん。ゼルゼルとすするです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやいやいや、やっと、はい、私のところに来ていただけるようになりまして、というのもあの時はですねまだラーメンが食べれなかったということで、はい、だけどすするくんがですね一生懸命いろいろ、まあもちろんね、はい、自分が行って調べてくれて自分の足で稼いでですよ、一番美味しいのはここ、これ系ならこれって全部教えてくれて、はい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 、あのだんまりを決め込んだ名倉さんですらおいすするマジかとわし行くわって言わせたという、はい、これ素晴らしいんですよ。私はずっとそれが頭に残ってます。はい、本日来ているのがですね東京の吉祥寺駅の近くなんですけど、はい、まあ、結構吉祥寺で、うんうん、もう20年間、いわゆる家系ラーメンっていう、もう神奈川初のラーメンを提供しているお店に本日はちょっと一緒に行ければなということで、月に一度しかラーメンを、はい、すすれないということで、はい、ラーメンを解禁できたってことですね。です、はい、おめでとうございますおめでとうございます。本当に良かったです。はい、すする君にしてもらうのがもうすごい照れるわいやずるずるしたいけどいやごめんって言うかって、はい、全然でも本当おめでたいことなんで、いや、はい、ありがとう。いえいえこちらこそ。延べどれぐらいですか今まで、もうどれぐらいお店行ってます？もう2000件以上はもう2000件行ってんだよ、はい、ね、舐めちゃいけないよ舐めてないからで、すする君の体験見てよ、はい、ずっとラーメン食べてるのに全然太らないんだよなんでまあ今はもう本当ジムとか行ってますね、もうラーメン食べるために。あ、そうなんだ。はい聞いた、ラーメン食べて太ったからジムじゃない、食べるためにジム。そう、これ特徴で言うと どういう特徴なんですか、ラーメンの特徴で言うと。すでに香ってきてません。私もむちゃくちゃ腹が減りまくってるんですよそうなんです。すでにこの豚骨のだいぶこう濃厚な香りがもう今漂ってきて、すげえ食欲そそられてるんですけど、まあ本当濃厚な神奈川発の家系ラーメンの豚骨醤油ラーメン、まあ、しかもやっぱライスと一緒に食べるとさらにもう抜群なんです、スープとライスの相性が。はい、我慢に我慢を重ねてきた出所してすぐ食べるラーメンそれに近いものあるかもしれない。10年は部署出てすぐラーメン高倉健さんがビールで泣いた理由分かりますか？それは我慢に我慢を重ねた最初に出てきたビールはもうとんでもなくね美味しいし、味を知ってるからなんですよ。しかもラーメンライスでしょ。ラーメンライス、僕はもうちっちゃい頃からラーメンライスっていうのをもうすっごく大好きで、はい、で何かって言ったらもうラーメンライスラーメンライスになってたんですよ。なので僕はもうお米も自分で作ってるんで。そうなんですか？はい、お米、まあ、作ってるというかお米をお手伝いしてプロデュースしてるんですよ。すごいですね。はい、だからまあそれもラーメンに合う米、はい、もうそれを後々もそのプロデュースしていければなと思ってたところだったんです。でもラーメンが食べれなかったら意味ないじゃんってなって解禁になったから今すごくいいんですよ。なるほど。今いろいろ何かにも自分がやりたいことがたくさんたくさん増えてきた、うんうん、これみんなにも分かってもらいたい、うん、ラーメンライスの美味しさっていうのがどれぐらいすごいのかっていうのを、うん、よろしくお願いします。行こう。今回の店は吉祥寺武蔵屋っていうお店なんですけど、はい、吉祥寺で20年間ずっと続いている人気店ですね。家系ラーメンといえば吉祥寺の家系ラーメンといえば武蔵屋っていう感じで。はあ、はい、吉祥寺武蔵屋ってしっかり書いてますね。トッピングも結構充実してるんですね。家系といえばトッピングが全てあるっていうのと、あと、まあ、食べ茶っていうのは結構特徴的ですね。ここはキャベツとチャーシューをこうあえてタレかけたみたいな、まあ、これでもうビールとか飲めちゃうよ、おつまみにもなるしラーメンのトッピングとしてもナイスなものになります。はい、固めです。あ、すいません、
申し訳ございません。マスク取ったら黙って食べます。皆さん申し訳ございません。今はね、そういう時期ですから。さあやってまいりました、いただきますということで、豚骨醤油ラーメンになります。730円なり。はい、こちら具材でございますけども、まあ麺はですね、家系の専用麺でございまして、具材海苔、ほうれん草、チャーシュー、そして卵の硬さ半熟、チャーシューの硬さもですね、肩ロースでございますが、柔らかいお肉となっております。今私がですね、ラーメンを見ずに横をずっと向いているのは、実は今ナレーションしながら生唾が出てしまいましたが、これを待っておりました、ライスでございます。私、新しい言葉を考えまして、 R2D2、 R2 というのはラーメンライス、そして D2 というのはデーレー大好き、これで R2D2。 ススル君のところにもラーメンが来て、ススル君はすぐ写真を撮っております。私はこのライスが来てからですね、そして月一ラーメン企画ということで、まずは濃厚なスープからいただきましょう。このスープがですね、全身にこうシュワーっとですね染み渡るようなうまさでございまして、本当に心の底からうまっという表現が出てしまいました。本当にこう濃厚なんですけども、口のあたりも決してこう油がしつこくまとわりつくことなくですね、スーッと入ってくる喉越しのいいスープになってまして、非常にこのラーメンのスープが、もう見るからにご飯と合うなという、すするも、あ、今すするくんがですね、はい、こんだけ食べてるすするくんも最初の一口目、いい笑顔で美味しいという表現になるでしょうね。私はもうやっぱり月一ラーメンを大事にしたいので、こうしっかりいきたいんですが、私のこの食べ方をご覧になってください。はい、ラーメンのスープをご飯に少しまぶして、チャーシューをのっけて食べる、これが私がもうずっとラーメンを食べてた時に使ってた技といいますかね、食べ方でございます。ナレーションをで喋りながら生唾が出るって、なかなかですけども、お腹空いてきましたね、これ見ると。あ、麺がね、またこのスープとすごくよく絡みついて、あのスルスルっとこう入ってくるんですけど、でもキャベツもね、こちらはあの武蔵屋さんはキャベツも人気があるんですが、このほうれん草がですね、またお口直しにね、すごくいいアクセントになってまして、この具材のほうれん草が効いてました。非常に美味しいラーメンです。このラーメンをあっという間に、すする君はまだ食べてますけども、私あっという間に平らげちゃったという、そんなお話、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。いやー、すする君まず本当に感謝です。いえいえ、もう良かったです。こちらご紹介していただき、はい、もう無言で食事をさせていただきましたけど約すする君の2倍の速さで食べてしまい、もう味の感想も言いたいけど、とにかくまあ黙って食べなきゃいけないので、こっちに出てきてから感想言ってくれって言うんですけど、もうみんなが知ってる庶民的な味を、このラーメンを俺ここまでうまくするんだって。だから本気でラーメンやってる人って、もうラーメンのいっぱいに中全部詰まってるわ。もう死のもの言わんと食べに来てください。うん、鳥肌立つって、これなかなかないんですよ、食事で。ぐん抜いてうめえ。悪い。うん。言葉悪いかもしれないけど、うめえっす。今回そして河本さんの久しぶりのラーメン解禁ということで、はい、実は店主さんとちょっと話し合いまして、まあ、サプライズで。河本さんもめっちゃ美味しいと言ってた、この海苔、海苔やばいよ。この海苔めっちゃうまかったじゃないですか。しかも今回これ QR コードスキャンです。この河本純チャンネルの QR コードを印刷した吉祥寺武蔵屋の海苔。ぜひぜひちょっと持ってください。超ふざけてるやん。むちゃくちゃ若い子海苔やん。
今やもう若い子って QR やん。そうですね。これやったら QR だけど。そうなんですよ。はい、ペニさんと話し合いまして、はい、いやらせていただきました。ありがとうございます。いやすげえこれ見て、これ飾したら河本純チャンネル飛ぶんやて。でこれをねラーメン浸して海苔飯巻いたらもううまいんよ、はい、ライスがまた最高でしたから。そして、まあ、今回さらに、そのご飯を入れるあのお茶碗も、しかもこれ河本さん仕様になってるので、はい、バッチリこの仕様になっておりますんで、はい、いやむっちゃ嬉しい、まあ、うわやばいやすげえなんぼすんねやこれ、すんません。よかった、嬉しいわこれ、ね、はい、うちで純米をちょっと取り扱いたいなと思ってるんですけども。おええー、100円でおかわり自由です。いいんすか。ぜひよろしくお願いします。うどうしたのよ。大盤ってこんなに振る舞ったらあかんのじゃん。もうこれ十分大盤振る舞いなのに、もう振る舞いすぎて。ラーメンライス、この国には確かにあります、そういう言葉。純米お世話になってもいいですか。はい、純米という言葉があるという発信していこうかなと。社長、100円で純米食べ放題ですからね。社長、いいですね、やらせてもらいます。今年ももうすぐ田植えが始まります。呼んでくれたら一緒に行きます。手伝ってくれます。手伝っても行きます。僕もやらせていただきます。大分ですよ。行きます、大分の隣の県だ。スサル君行こう。ぜひ確かにラーメン食べに石垣まで行った男ですから。大分も行きます。大分、はい、手前。近い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 よね。なんなら近いです。もうまずラーメン食べた時点でサプライズで、俺の中ではもうすごいバーってマックス来てるのに、そのバーンバーンバーンってなってるから。さあ海苔、あ茶碗、そして純米。改めてなんかこれもうほんまに嬉しいんですけど、こちらでございます。ドン、ごちそうさまでした。タン、はい、っていうのをこれ。今度からこのお茶碗使わせてもらってもいいですか。あ、もうぜひ、はい、じゃあここにご飯入れて、あの月に1回ラーメン屋さんに行って私これ食べてこれさせていただけ、はい、毎回これをさせていただきたいんです。いいですか。やりましょう。ありがとうございます。すいません。というわけでこれから始まります、月に1杯お目にかかせる月に1杯ラーメンはあるという、はい、今まではねえって言ってましたけど今回からはあるというようなことでございますので、すする君と社長にお世話になりました。本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter でいろいろな情報を通知しています。次の動画もおめえらが見ねえわけがねえ。 R2D2どうも、二条課長、河本です。オンラインサロンを、始めることにしました。砂鉄オンラインサロンです。大企業のケン君が地方を飛び回ります。地方創生。みんなが軽く、元気に、笑顔になれるように、おめえらが見ねえわけが、に、